ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、今日の目覚めはいまいちだわ。こんな時こそシャキッとするために、モーニングコーヒーが飲みたいわね。あ、じゃあせっかくだから私も一緒に飲もうかな。私のコーヒーも入れてくれる？は。この光景って、まさにモーニングコーヒー飲もうよ。二人でだわ。モーニング娘。のデビュー曲、モーニングコーヒーだな。なぜだろう、タイトルを聞くだけでノスタルジックなエモみを感じるぜ。モーニング娘ってメンバーの加入と脱退を繰り返して現在は、モーニング娘プーフォーとなっているけど、初期メンバーのことを強く覚えている人も多いんじゃないかしら。確かにそうだな。そもそも結成自体も異色な形だったから、デビュー時から大きな注目を集めていたぜ。話せば話すほど、初期メンバーの現在が気になり始めたわ。ぜひマリサに解説をお願いしたいわね。では今回は、初代モーニング娘の現在についてコーヒーを飲みながらゆっくり解説していくぜ。みんなもモーニングじゃなくてもいいから、ぜひコーヒーを飲みながら聞いていきましょう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず簡単に、モーニング娘の結成までの経歴を解説するぜ。今のモーニング娘があるのは、初期メンバーの尽力のおかげなのよね。今一度復習させていただきます。遡ること27年前となる1997年、テレビ東京で放送されていたオーディション番組、朝やん内で、シャラン級ロックボーカリストオーディションが開催された。めちゃくちゃ注目されていたオーディションだったから、見ていた視聴者の人もいるんじゃないかしら？このオーディションで合格したのは、平家道代さんだったが、落選したものの有力とされる中澤優子さん、石黒彩さん、飯田香織さん、阿部夏実さん、福田明日香さんの5名が、モーニング娘として選出された。落選者から選抜して新グループを作るっていう発想が、めちゃくちゃ斬新だったわよね。ただ、結成後すぐにデビューとはならず、国内5カ所の会場において CD を万枚手売り達成が、できればメジャーデビューという課題が与えられた。幻の楽曲愛の種だわ。ただ、デビュー前のアイドルの CD を手売りで5万枚って、いくらテレビの企画とはいえ、かなり高いハードルであることに間違いないわよ。CD 予約特典として、メンバーの直筆サインが書かれた生写真が付属されたそうで、メンバーは手売り初日の前日まで、サイン書きに追われていたという。そりゃ5万枚も書くのは膨大な時間がかかるわよ。迎えた初日の大阪会場である心斎橋オーパには、開店2時間前ですでに800人もの人が、モーニング娘を待っていたそうだ。すごいわ、何度も言うけど、彼女たちはまだデビュー前なのよ。すでにこんなにたくさんのファンがいるなんて。ファンの多さに開店を急遽30分繰り上げ、さらに特設会場だけでは対応しきれないため、館内8階にある HMV 心斎橋店でも緊急販売を開始、6台あるすべてのレジが愛の種のために、使われる場面もあったそうだ。それはおそらく史上初のことだったんじゃないかしら？6台のレジの件が史上初かどうかはわからないが、この大阪会場での総売上枚数15,612枚は、1店舗における同一 CD の1日の売上枚数の世界記録となっているんだぜ。そうなの？間違いなく今後この記録が破られることはないわね。ちなみに、このうちの100枚はメンバーの中澤さんのお母さんが購入されたものだそうだ。中澤さんのお母さん、100枚も買って売上に貢献したのね。最終的に4カ所目の会場である名古屋で5万枚を達成し、メジャーデビューを手にしたんだ。私の記憶が正しければ、この時の会場は野球場みたいなところじゃなかったかしら？そう、この時の会場は名古屋球場だった。5万枚の手売りを達成したモーニング娘はファンへのお礼として愛の種を熱唱し、急遽握手会も敢行。集まったファンと共にメジャーデビューを喜んだ。まさにこの場所からモーニング娘の歴史は始まったのよね。メンバーが変わっても活動が続いているだなんて、改めてエモすぎるわ。5万枚の条件を達成したモーニング娘は、翌1998年1月にモーニングコーヒーでデビュー。20万枚を売り上げるスマッシュヒットとなった。シンプルなメロディーラインなんだけど、とても素敵な旋律で歌詞もとてもキュートなのよね。未だに口ずさめちゃうわよ。では、ここからモーニング娘のデビューのために奔走した初期メンバー5人について解説していこう。全員、現在がどうなっているのか気になるわ。まず一人目はモーニング娘の初代リーダーを務めた、中澤優子さんだ。中澤姉さん、彼女がいたからこそモーニング娘が統率の取れていたグループであったのは間違いないわよ。中澤優子さんは1973年6月19日生まれで、京都府福知山市出身。
高校卒業後は大阪市へ移り、水処理装置などの製造販売を行う会社で受付などの仕事をしていた。中澤姉さんはモーニング娘。に加入するまで、会社で OL 勤めをしていたというのは有名な話。モーニング娘。に加入したのは24歳の時で、他のメンバーが全員10代だったことや、戦術の OL として働いていた社会性を買われ、プロデューサーのツンクさんから、初代リーダーとして指名を受ける。間違いなく適任ではあったんだけど、一人だけ成人していたってことだから、お酒の席などにも行きにくい面はあったでしょうね。モーニング娘。在籍中に、カラスの女房という楽曲で演歌歌手デビューも果たし、オリコン演歌チャート1位を獲得、高い歌唱力を遺憾なく発揮した。そう、中澤姉さんは歌唱力が本当に高いのよ。でも演歌デビューはファンもびっくりしたでしょうね。2001年4月にモーニング娘。を卒業、在籍日数は1309日、27歳の時だった。卒業後はソロ活動に専念し、歌のジャンルも演歌からポップスに変更。歌手と並行して俳優としてもドラマや舞台、ミュージカルと幅広く活躍した。マルチな活動をしていたのね。きっとモーニング娘。時代に培われ開花した才能もあったはずよ。プライベートでは、2011年10月発売のフライデーに男性とのお泊まり合いがスクープされる。その半年後となる2012年4月に、スクープされた一般男性との結婚を発表。同年11月に第一子となる女児を出産した。この時、中澤姉さんが発表したコメントの、周りの方々や仲間たちにも祝福され、今、本当に幸せですという文面にいかに中澤姉さんが周りから慕われているのか。その人柄の良さに触れた気がしてこっちまで幸せになるわね。お相手についてだが、福岡県にある株式会社スペースワーナーという、IT 関連企業の代表取締役社長、荒井克夫さんであることが判明している。やっぱり社長か、本当の一般人なわけないわよね。会社自体は2018年時点で従業員が20名の、いわゆる中小企業だが、年商は3億円超え。さらに地元では超優良企業として知られているそうだ。有料企業じゃなく、超有料企業？そんな風に言ってもらえる会社が日本にどれだけあるのか。ちなみに中澤さんの一目惚れだったそうで、俳優のうちの西洋さんに出会うと一部で報道されたぜ。間違いなくイケメンです。2013年にはこれまで所属した芸能事務所を退所し、系列会社への移籍を発表。2014年4月に、自身のブログで夫の仕事の都合と育児のために、福岡県内に移住したことを公表した。これ以降の芸能活動は福岡県内が拠点となっている。旦那様の会社が福岡にあるとのことだったものね。本格的に旦那様を支え、家族みんなで暮らしていくという決断をしたんだと思うわ。2015年5月には第二子となる男児を出産。現在は福岡県の複数のテレビ番組に、レギュラーコメンテーターとして出演している。福岡では引っ張りだこなのね。番組を見られる人、羨ましい。また、2023年9月に開催されたハロープロジェクトの25周年ライブでは MC を務め、さらにカラスの女房を披露するなど、現在も定期的にモーニング娘。関連の仕事を行っている。やっぱり中澤姉さんがいたからこそ、今のモーニング娘。があると思っている人、私も含めて多いと思うわ。これからもモーニング娘。をそばで見守っていてほしいわね。続いては石黒彩さんを解説しよう。石黒さんはモーニング娘。のグループで結成された、タンポポの初代メンバーとしても活動していたわね。石黒彩さんは1978年5月12日生まれで現在45歳、北海道札幌市出身。先ほど霊夢が言ったように、デビュー後9ヶ月後に結成されたグループ内ユニット、タンポポのメンバーとして、飯田さん、2期メンバーである矢口真理さんと共に活動を始める。デビュー曲、ラストキスは個人的にこの3人だったからこそ魅力が最大限に広がったと思っているわ。2000年1月にモーニング娘。を卒業、在籍日数は845日、21歳の時で、服飾関係の道を目指すためという理由だった。意外とモーニング娘。として活動していた期間は短いのね。服飾関係に進みたいっていう理由があったのは知らなかったわ。もともとモーニング娘。に加入する前に短大で服飾美術を学んでいたが、芸能活動に専念するために、中退したという経緯があるようだ。そうだったのね、もともと抱いていた夢を叶えたくなったのかもしれないわね。でも、2000年1月といえばちょうどラブマシーンが爆発的にヒットした直後で、まさにモームス全盛期だったから、卒業も覚悟が必要だったはず。
卒業の4ヶ月後となる2000年5月、ルナシーのドラム深夜さんとの結婚を発表。その半年後となる11月には第一子女児を出産した。お相手が深夜さんということに、世間が驚いたのを覚えているわ。しかも半年後にお子さんも生まれて、二重でびっくりよ。2002年9月には第二子となる女児を出産。その後2003年12月に結婚後初のテレビ出演を果たし、芸能活動を再開させている。子育てがある程度落ち着いたタイミングで本格復帰をしたのね。国民的アイドルグループの元メンバーがお母さんって、どういう感じなんだろうな。さらに2004年8月には第三子となる男児を出産し、翌年2005年5月には出雲大社で挙式を執り行った。結婚してすぐにお子さんを授かったこともあって、念願の結婚式だっただろうなぁと思うわ。そこからはいわゆる、主婦タレントとして活動しており、他にも子育てのことを記したエッセイや、料理本の出版など幅広く活動している。また、インスタグラムによるとゴルフ関係の仕事にも多数携わっていることがわかる。主婦としてもタレントとしても、ゴルファーとしても大忙しなのね。どれか一つでも大変なのに、本当にすごいわ。次は、飯田香織さんを解説しよう。ジョンソンだー、ねえ笑って、みんな知ってるかなー？飯田香織さんは1981年8月8日生まれで現在42歳、北海道室蘭市出身。石黒さんと同様に、タンポポの初代メンバーとして活動した。デビュー曲、ラストキッスではセンターを務めていたわ。あと、中澤さんの卒業後に2代目のリーダーに選ばれていたわよね。2005年1月にモーニング娘。を卒業。在籍日数は初代メンバーとしては最長の2695日で、23歳の時だった。つまりジョンソンが初代メンバーの中で一番最後までモーニング娘。にいたってことね。卒業後は単独でディナーショーを行ったりソロライブを定期的に行うなど、これまで同様に歌手としての活動を続けていた。そんな中、2007年7月に結婚と妊娠を発表する。確かお相手も芸能活動をしていなかったかしら？霊夢はよく覚えているな。飯田さんと結婚したのは、1999年につんくさんプロデュースで CD デビューした、セブンハウスのボーカル、ケンジさんだ。現在は芸能界を引退し、会社員となっているそうだ。つんくさんが二人を引き合わせてくれたのかもしれないわね。2008年1月に第一子となる男児を出産。しかし、同年7月に慢性腎不全で亡くなったことを11月に公表した。ご病気でお子さんを亡くされていたのね。その後2013年5月に第二子となる男児を、2017年9月に第三子の女児の出産をそれぞれ発表。現在はタレントとして北海道放送で、北に恋した、という生活情報番組に、レギュラー出演している。レギュラー番組を持っているのね。しかも故郷の北海道で放送されている番組ということだから、ご家族も喜んでらっしゃるんじゃないかしら。個人的には、石橋貴明さんと中井雅宏さんとの絡みをもう一度見たいわ。次に解説するのは、阿部なつみさんだ。ナッチだー。私の中でナッチはモーニング娘。の絶対的エースよ。阿部なつみさんは1981年8月10日生まれで現在42歳、北海道室蘭市出身だ。先ほど解説した飯田さんとは、誕生日が2日違いの同級生で同じ室蘭市出身。さらに同じ産院で生まれ、病院内では同じ新生児室にいたそうだ。そうなの？赤ちゃんの時からすでに知り合っていて、大きくなって再会し、同じアイドルグループで活動するなんて、めちゃくちゃエモいわよ。モーニング娘。在籍中に単独での CM 出演や、連続テレビドラマにソロで初出演をするなど、グループ活動だけでなく、阿部なつみとしても活躍の幅を広げていった。ナッチは特に人気が高かったからね。2004年1月にモーニング娘。から卒業、在籍日数は2324日で、22歳の時だった。初期メンバーとしては、飯田さんに次いで2番目に長い在籍日数となった。22歳でアイドル卒業だなんて、今だととても早く感じるわね。卒業後も歌手として俳優として活動し、2004年には後藤真希さん、松浦綾さんと、期間限定ユニット、のちうらなつみを結成したり、翌2005年にはのちうらなつみに石川梨花さんを加えた、デフディバを結成したりと、グループ活動の方も積極的に行った。確かデフディバは紅白歌合戦にも出場していたわ。プライベートでは2015年に、俳優山崎育三郎さんとの結婚を発表。2011年にミュージカル、嵐が丘で夫婦役で共演したことがきっかけで、4年間の交際を経てのゴールインとなった。
当時は、山崎育三郎さんの方がまだあまり世間に知られていなくて、格差婚なんて言われていたわよ。今じゃ山崎さんは日本を代表するミュージカル俳優になっているわ。2016年7月に第1師団次、2018年10月には第2師団次、そして2022年12月には第3子の出産を発表している。一時に比べて、テレビでお見かけする機会がかなり減ってしまったけど、それでもメディアに登場したナッチを見たら、昔と全く変わっていなくて驚くわ。現在は家庭や子育ての方を優先しており、芸能の活動はセーブしているようだ。しかし、霊夢の言うように時折メディアに登場もしており、また、2023年11月には、モーニング娘。プースリーのコンサートにゲスト出演。ミニスカートのキュートな衣装で、アイドル時代と変わらない若々しいキュートなルックスを披露したそうだ。ナッチのキラキラ笑顔は今も健在よ。ああ、私もそのライブ見に行きたかったな。最後に解説するのは、福田明日香さんだ。福田さんといえば焼き銀なん。もうとにかく歌が抜群に上手で、モーニング娘。の歌のレベルを上げていたメンバーの一人よ。福田明日香さんは1984年12月17日生まれで現在39歳、東京都大田区出身。デビュー当時は12歳で、最年少メンバーだった。12歳ってことは中学1年生よね。めちゃくちゃ大人びていたわよ。1999年4月にモーニング娘。を卒業、在籍日数は581日で、14歳の時だった。初代メンバーの中で、一番早く卒業したのが福田さんだ。ちょうど3枚目のシングル、抱いてホールドオンミーが大ヒットしてモーニング娘。の人気が急騰していた頃よ。そんな時期に卒業だったから、ファンはさぞびっくりしたはず。しかもモーニング娘。として活動したのも1年半ぐらいで短いから余計にね。卒業理由が学業に専念したいというものだったため、卒業と同時に芸能界を一時引退する。その後2011年2月に男女混成ボーカルグループ、ピースストーンのボーカル、アスカとして芸能界に復帰。2018年にはソロ活動を開始し、ミニアルバムを発表している。ピースストーンとしては2021年まで活動した。やっぱり、歌唱力の高さを活かした活動をしていたのね。プライベートでは2015年4月に結婚し、その年に第一子となる女児を出産。また、2016年7月に離婚していたことを翌年公表した。この離婚により生活が困窮したことも、出演したテレビ番組で明かしている。ええー、芸能人の生活が困窮って言っても私たちの想像するそれとは大きく乖離していそうだけど、当時は歌手としての収入はほぼゼロと話し、ボイストレーナーの仕事をしていると語った福田さん。1ヶ月の収入は20万円いかないとのことで、1ヶ月の食費は1万円で厳しいと語ったそうだ。あ、思いっきり私たちでも、それは困窮してますって言えるレベルだったわ。さらに2021年11月には再婚を報告したが、翌2022年4月に離婚したことも公表した。かなり波乱万丈な人生を歩んでいるわね。現在は表立った芸能活動は行っていないようだが、2020年には大人向けの写真集を発売するなど、大胆な活動も行った。ただ、X や Instagram にはたまに歌の仕事と記載されているため、歌手活動も行っているようである。私としては歌で大活躍してほしいなーって思っちゃうわ。だって、素晴らしい才能があるんだもん。しっかりと歌で生計を立ててほしいと思うぐらい、マジで歌の才能を活かすべきだと思うわ。今も変わらず多くのファンがいるモーニング娘だけど、初期メンバーのことを知らないファンは少なくないはずよ。1998年デビューだから今年で活動歴は26年だものな。もしかしたら現在ファンという人の中には、初期メンバーのデビュー時に生まれていないってパターンもあるかも。メンバーが変わりつつも、今もアイドル界で第一線というのは素晴らしいことだよ。しかも新たにファンをどんどん増やしているということからも、きっとこれからも多くの人を魅了し続けるグループで、あり続けるのは間違いないわ。一回でいいからライブに行ってみたいわ。元メンバーも多く参加するライブだから、かつてファンだったっていう人も、間違いなく楽しめるだろうな。ぜひ今度霊夢と一緒に足を運んでみよう。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。